主人公小屋の妻補正ファを演じます清水くるみよりご挨拶申し上げますお願いいたします、えー、小屋の妻補正ファ役を演じさせていただきます清水くるみです、えー、今日は、えー、大変なご時世の中こんなたくさんの方にお,まお集まりいただき本当にありがとうございます、えー、っと私補正ファは、えー、いやここのお二人の関係性の 愛情が強いあまりにあまり愛されてないっていうちょっとかわい,かわいそうというか妻の役なんですけどちゃんとけなげに支えるという役なのであのまあ1ヶ月ぐらい稽古しててまだちょっと役がどんな感じなんだろうなってあんまり本人もそんなに私の役ってあんまり記載されてなくてでなのででも今日衣装を着てみてすごくインスピレーションいただいたので。 それで一ヶ月もう1ヶ月、えー、稽古頑張っていきたいなと思います、えー、本日はよろしくお願いします、えー、そうですね私初めて日生劇場に立たせていただくんですけど初めての日生劇場でこんな大役をいただいて大丈夫なのかなと最初間違いかなって思いびっくりしました、えー、そうですね本当にあの。 ご一緒していいものかっていうぐらいの素晴らしい方々に囲まれていて今もちょっと緊張しているんですけどいやその中で足を引っ張らないように頑張らなきゃなっていう気持ちですす嬉しかったでありがとうございます。